お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、マルチジョイで、スペル削りデッキを使ってる方がいたんですけども、その方のデッキがすごいやばかったというか、えっていうね、ちょっといつもと違ったね、編成だったので、そちらをね、紹介していこうかなと思います。というわけでこちらになります。ロケットで守って削るデッキ。今までだと、アイスイズ、そしてベビードラゴンとか、テスラとかね、アイビズトルネで守るデッキだったんですけども、今回なんとアイスイズがいない、ハンターとザッピーがいて、ミラーも入ってる、なんかもうヘンテコなね、スペル削りデッキとなってますが、なんか意外と見た目強そうじゃないですか。陸、ナイト、ハンター、ザッピー、ボムタワーもあるし、空にもこうトルネ、ロケ、なんならハンター、ザッピー、あとミラーですよね。ミラーがあることによって、例えば、ウッドミラーで、マジックアーチャーの処理だったり、ウッドかける2でオールブレイカーの処理、トルネかける2で、相手のね、こうなんかバルーン2周目とかも防いだりとか、最後の最後でロケット2周で終わらせていったりとか、結構ね、このミラーがね、いい味出してますと。よくで、寄っていきます。さあ、今回相手はラバッチャン来ましたね、ラバッチャン。スケドラとかが若干めんどいぐらいですかね。ロケットなので、バルーンにはロケ打てばいいし、でも、僕、ハンターと、このザッピーと、みたいな、意外と対空強いので、頑張れそう。さあ、ここは、一旦ね、ボムの爆破ぐらいで当たっていただき、皆さんに。よいしょ。で、ザッピー、ワンチャンミラーいるかな？ヤナアメとかなんか飛んでこんかな？ヤナアメとか飛んできたら出したらいいかなと思ったんで、一旦ね、ステイでいきましょう。で、ロケ削りなので、この、なんて言うんですかね、ラバーのダメージさえも僕はね、ちょっと痛いっていう。そこもちょっと落としていきたいな。この辺になんかユニットたまたま出ねえかな。さあ、ババで来るでしょう。これもう一発打ってもいい気もするが、これはボムプラストルネでキング起動したいですね。追加スケドラとか来たら終わりますね。さあ、来ないこと祈り、キング起動してんのか。いや、いらんかったかな、トルネ。爆破も防いでいきたいですね。で、今のところ、ヤナアメザップのラバルっぽいので、ザッピー無限、ハンター無限でね、いければいいかな。一応ザッピーがヤナアメザップで処されちゃうんですけど、気合でいきましょうかと。さあ、ハンターからのロケ防衛はね、スケドラにはあんま打ちたくない気がしてますが、どうだろうね。さあ、これちょっともう止めちゃいたいですね、ここで。ここで止めて、ちょっとダメージ入れさせたくない。で、ザップが来るのかな、そこに。ヤナアメ使ったら、オッケー。で、さあ、ラバのダメージ一発も入ってないですね、これで。で、あれは、ロケはちょっともったいないので、攻めで使いたいんでね、ここで一発受けていいので、ハンターで守って、スペル削りでいきます。一発も入ってねえの、でけえ！さあ、ザッピーレベル10が、どんぐらい頑張ってくれる？いいよ、いいよ。ザッピー頑張れ。希望だからね、これ。このデッキの要と言ってもね、過言ではない、ザッピーくん。さあ、ザッピー出して、ヤザップで処されるが、撃たれたら、もう一回ザッピー出しちゃおうぜっていう。オッケー。さあ、からの、これ、ハンターとかでラバとかしつつ、トルネロケとかでヤンキーしたいけどな、あれ。やっちゃおうかな、ヤンキー。ふっ。いや、ヤンキーしすぎたかも。これも、もう一回ちょっと許容して、ザッピー置いて、許容できてね。これは、ちょっと。ハンターぶち当てます。ハンターをバルーンにぶち当てて、バルーンさえ入らなければ僕は多分ね、負けない。オッケー。いい、パピーぐらいはいい。で、ロケって370なんですけど、ていうかミラーがあるんで、ロケで700で、ウッドトルネもあれば、多分1000ぐらいね、軽く削れるんじゃないかなと、さあ思います。グッドゲームですね。このザッピーミラー。最悪、ハンター、ミラーとかでも強そうですね。で、ボムタワーも、こう、ラバのダメージ防いだりとか、パピーの処理、スケドラの、スケドラにね、ボムタワーの爆破ダメージ当てて、みたいな。ので、意外とボムもね、こう、空へ強いので、しっかりね、ボム爆破も生かしつつの、
このね、ミラーもね、しっかり使いつつのっていう。いや、すげえデッキだな、これ。こんなの、使おうってならんすよね。いや、でも、マジで、ロイジェイとかにもバカ強そうだな。まあ、陸が結構強いイメージあるっすよね。さあ、今回の対戦相手は何でしょうね。まあ、一つ、ディガーがやっぱないので、こう、ロケでしか削れない。ウッドロケでしか削れないってなると、やっぱロケットとか打ったタイミングがちょっとピンチになるかなっていう。さあ、スパーキーかなこれ。エリポン？エリポン？エリポン来ない。さあ、レイジとなると、まあ、スパーキーか、エリゴレ。エリゴレ、最近ちょっとね、なんかいるんですよね。そう、エリゴレ、レイジ編成が地味にマルチいて、おエリゴレ時代来たかなんて思いつつも、これはロケ打っちゃっていいんじゃない？さあさあさあさ、ロケ打ったら、このナイトに巻いてね、1枚出さないといけない。これさ、多分なんですけど、エリゴレ神相性じゃないですか。いや、だってボムボムできて、ロケも打てて、ハンターもあって、みたいな。神相性っぽいんですけどね、これ。まあ、ハンター置いちゃえばいいやな。で、ウッドも打って、よし。え、これ、これ、エリゴレ、負けれないっすよね。ハンター、ハンター、ん？ライドラーだったらロケでしょ？ベビーだったらまあ普通にハンターぶち当てでもいいし。これもう一回ロケ打ちます。そしたら、これ相手もう一枚出さないとね、結構入りますよ。ナイトハンターでなんなら多分折れるんじゃないかっていう。いいね、いいね。スペルでしか削れないから、この辺でね、ダメージ入れといてくれるとすげえ助かるな。いや、やば、これ最悪ボム2周できるのバカ強いんですよね。ハンターも強くて、エリゴレに。これどうやったら負けられるんやろ。さあ、ハンターから行きましょうか。まあ、暇になっちゃうぐらいかな。このデッキは。ザッピー頑張れ。さあ、ボム来る。これ、もう一個来たらロケ打ちていけどな。あ、ファイボ型なんですね。ファイボ型。ファイブ打たれるものの、これボムのね、しっかり爆破にユニットを寄せてあげれば、全部さよなら。で、これも暇なんでロケットピューン。よし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 。いや、これ神相性だな。まあ、別にエリゴレ、今流行ってないんで、そんな、そのエリゴレメタ用のデッキとかでもないんですけど、たまたまバカエリゴレに杖。で、ちょっとこれは、まあまあまあ。これハンターミラーとかちょっとおしゃれじゃないですか。ハンターミラーで、上も下も全部ハンターで処していく。からの、これロケ打って、あ、これヒーラーに当たるんじゃね？ヒーラーに当たんない。え、でもこれ見て、ハンターがぶっ壊れすぎて、この、ハンターがやべえ。ここ見て、もう一体なんなら出したいみたいな。ハンター30し。で、これライドラー、近距離ね、ボコボコにしたい。あはん、危ない。こんなことしてるとワンチャン負ける？さあ、ロケミラーで最後勝てますね。一旦ここを守りますか。エリゴレ来ると思うので。さあ、エリゴレは来ない。ベビーから来る。さあ、ハンターでしっかり溶かしていきます。いや、ハンター強え。さあ、これはもうロケットミラー圏内なので、まあ、10コス溜まるぐらいで、ロケ打ってからのもう一発さ、決めていく。オーケー、グッドゲームですね。これはやばいな。これ、エリゴレ流行ってくれたらバカ強いっすよ。エリゴレにだけ勝てるデッキかもしれないんですけど、まあ、意外と何にでも戦えそうだな。まあ、きつそうなのはスケラぐらいかな。スケラ受けが若干、なんか乏しいイメージがあるので、まあ、そう、スケラぐらいかな。まあ、あとはなんかほんと気合で。もう全部気合ですね。さあ、今回の相手はウォールブレイカー。マジアチャトルネ型か、ヤリゴブコウモリ型。ファイボなので、ヤリゴブコウモリ型かなと思います。で、ロケ打ちたいんですけど、今のも。ロケ打ったタイミングがやっぱ怖いっていうのがありますよね。相手ケツナイトとかしてくれたらロケガンガン打てるんですけどね。さあ、ウッド使っていく。で、今回、まあ、ウッドミラーがあるのがちょっと強いかな。よしよしよし。で、これはキング起動。そう、ウォールブレイカーの近畿と僕めっちゃ下手。え？ちょ、待って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 。めっちゃ下手なやつだねって言おうとしたんですけど、本当に下手だったな。いや、あれ、一体は引っ張れると思うんですけど、なんかいつも一発入っちゃうんですね。なんかもう、ウォールブレイカー普通に
来るじゃないですか。もう上手い人らはピュッて引っ張って一発も入らず簡単にキングキットされちゃうんですよね。さあこれそろそろ削っていこうかしら。まあキング起動してからの方がいい気もするんですけど、今相手5打ったターンなので、このザッピーがちょっとねいる間は相手攻めれないでしょって。オッケーオッケーオッケー。キング起動したいな。ディガーでもオールブレイカーでもいいから。コウモリ系ちょっと厄介ですね。さあ拾う。いやもう一回チャンス来た。もう一回チャンス来たけどな、ちょっとひよったな。マジウォールブレイカー金起動だけはしっかりねできるようになっといた方がいいですね。今の環境はウォールブレイカーばっかなんでね。さあウッドで、さあミラーウッドですね。ウッドウッドで一応ウォールブレイカー処理できるので、まあ今回はちょっとそれ意識かなと。オッケーオッケー。でボム置いとけば守れるもんな、ぶっちゃけ。相手コウモリとか一個も出てこないですね。で、ロケ打ちまーす。さあ、ロケ打って、おっと、やばい。うっ、やばい、相手のファイブがちょっといい。さあ、これ、もう一回ウッドミラーかな。多分、ウッドミラーが活躍。やばい、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。一発、あー、バケー、やられたー、なんでや。いや、これ、ちょっと勝ちたいですね。まあ、すべては僕のキング起動ミスと、あとはなんだ、なんか、急になんかプレイが沼ってましたね。まあ、こういうこともね、あ、ファイボか。ファイボになんかうまいことやられちゃいましたね。あれ、もうね、一本折られてしまうと、マジこのデッキからしたら、超辛いですね。さあ、拾うものの、みたいな。ロケ打つものの、間に合わないかな。さあウォールブレイカーに対しては、まあ、ハンターでウォールブレイカー完封もできるので、ザッピーを僕が出しすぎたのかな。ザッピーなんか攻めでもあんま活躍しないから、攻めちょっと出しすぎてたかもしれないですね。もう一回ウォールブレイカー来たいな。僕マジアチャ型のウォールブレイカー使ってたんですよ。マジアチャトルネウッド、そうあれ使ってて、このデッキに負けたんですよね。そうなんか最後の最後の削りで攻めマジアチャするんですけど、もうなんかボムタワーとかで全部こう対応されて、なんか最後の最後にロケで負けるみたいな。そう。っていうのがあったんですよ。さあ、今回も、やりゴブハンターか。まあ、ディガーウォールブレイカーの可能性と、迫撃の可能性と、まあ、いろいろありますね。これちょっと嫌だな。あ、いらんかった、このハンター。さあ、相手迫撃ですね。迫撃プラスの、まあ、ロイホグの形もありますね、これは。さあまあボム、うわーマジかこれ。あのスケラも泣くしかないんですよね。スケラも泣くしかなくて、ウッドミラーで気合で耐えた。さあこれは一つ勝ち筋としては、相手今ナイトやりゴブあれかな、ムーティースケラの可能性があって、ムーティースケラの場合まあ、ナイトを、ウッドトルネでキング起動とか、まあ、トルネでキング起動かな、ハンター。そうですね。で、ロケ打っちゃうと多分ムートがいるのかなっていう気がしてます。いやー、ナイト、キング起動してーな、マジで。マジでキング起動して。よし。さあ、で、ここに何が来るかっすね。やりゴブリン。まあ、トルネでいいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。さあ、耐えてはいますね。いや、後半やばいっすよ、もう。だって、ロキ削りとスケラ削りか。まあ、どうだろう。勝てないこともなさそうだけど。いや、これ入れたくなかったな。ミスった。なんで入れた？やばい。入れた。よしよし、耐えろ。いや、耐えてはいるな。さあ、これ、どうダメージで勝つかっすね、問題は。うん。ロケ打ちてえな。これボム置いて攻め迫できないようにしちゃおう。トルネロケとか。まあ、これロケ打つよな。ムート。まあ、出てこねえよな。あ、ロケ。違う、ロケ打ったらダメだろ。いや、ムートが。いや、ワンチャン？待って、早く、こっち来い。オッケー。いい、いい感じなのか、今のは。いや、オッケー。いや、耐えてる。さあ、気合のロケミラーで、奇跡あるぞ、これ。
ムート壊すならでかいな。さあこれ今相手スケル打ってから6打っていいですね。でハンターが多分内側のこの辺に出てこいや。うん、やり込むからの、いや6打ちてで、スケラかな。スケラちょっとあれだな、もう気合で耐えてもらって、オッケーオッケー。いや、ハンターいいよ。あとは、ロケだな。ロケ、何発やれ。で、ムートはロケ、当たれ、マジで当たれ、マジで当たれ、当たるっしょ、お前。オッケーオッケー。で、ボム。で、ハンター。ハンターってスケラ受け強い。強いって言われてる。オッケーオッケーオッケー。いい、ハンター、ハンター、ハンターしっかり活躍して。ハンター、サボんな、サボんな、サボんな。オッケーオッケー、サボってないね、君。いつもサボり気味なのに。さあ、あれはウッド、ウッド、ウッドロケ、ウッドロケだと足りない気がする。ウッドロケだったら足りなかったか。いや、ロケ多分370だったんで、オッケーオッケー、ウッドミラーからの、ロケでグッドゲームですね。いや、これやば。まあ、攻め取るねで、キング起動してもよかったっすね。もっともっと。途中ムートね、無理やり巻き込むために使ったんですけども、今回別にタワーが起動しててもそんなね、変わらない、はい、デッキなので、ぜひね、まあ、攻め取るね、ロケットとかも意識して皆さん、このデッキ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。